ヨハンフリードリヒは、ザクセン選定校、ザクセン校。ベッティン系エルンスト系のザクセン選定校、ヨハンの長男。ドリョウ校、または、ゴータン校と呼ばれた。マルティン・ルターと友好関係にあり、ヘッセン・ホーハク・フィリップと共に、シュマルカルデン同盟の名手となった。しかし、1546年のシュマルカルデン戦争を経て、 1547年に神聖ローマ皇帝カール五世に、ミュールベルクの戦いに敗れて捕獲され、先帝皇いと所領を剥奪された。先帝皇いと所領のほとんどはまた重帝で、ベッティン家の別系統に属するモーリッツに与えられ、ヨハンフリードリヒには、ザクセン皇の肩書きと中林原地方の所領だけが、残された。一方で、 モーリッツの勢力拡大を恐れたカール5世は、ヨハンフリードリヒの息子たちに、チューリンゲンの各地の宝白として、領土を与えて、ベッティン家の統一を阻んだ。1527年にユーリーヒクレー・フェベルクコ・ヨハン3世の、娘ジビュレと結婚し、4、男を儲けた。ありがとうございます。